西のりくじです。おはようさ、まあ、おはようさんいう時間でもないんけどな。昨日な、ズーム茶会やろう言って22時からズーム茶会やったら、なんと転売屋の、高田修一さんが来てくれてやな、びっくりドンキーになってもな。結局、終わったんが3時、いつものことやけどな、オールに近いような状態、もう3時、一人はな、途中でいびきかいてもてや、その前やった時はやな、もう寝落ちで頭映っとったけどな、ウェブカメラ、つこで、な、参加されとってな、で、ウェブカメラやろうっていうのは、タブレットのな、カメラ、マイクで参加してくれてはってんけど、寝落ちで、頭映っとったら最後。昨日はな、顔出し NG の方、来てくれはってさ、で、わーわー、みんなで、話しちょったんや。今、話してたか忘れたくたけどな。ほんなら、グーゴー、グーゴーって聞こえてくんねや。誰か寝とる。これはもうね、その人の名誉のために名前は言わんけどや。大笑い。結構笑いのネタをくれはる人なんよ、いつも。いつもな、ズームでは笑いのネタをくれはる人なんよ。一番最初はな、ズームって、インターネット経由で呼び出すとか、ダイヤルで呼び出すとか、そう、タップせえへんかったらさ、な、スマホやったら、パソコンやったらそこクリックするとかさ、スマホタブレットやったらそこをな、イヤホンマイクのところな、タップしてさ、で、ダイヤルで呼び出すか、で、インターネット経由で呼び出すっていうとこタップしなあかんねんけど、イヤホンマークついてるやん。な、ズームってイヤホンマークついてんねやんか。せやからイヤホンさしたら音声聞こえてくんのんか思てやな。一生懸命カメラ起動さしとるからさ、見えるんよこっちからから。聞こえへんもんやからさ、イヤホンマークついてるもんやから、イヤホンさしとんのさ。もう、ありがとうな。もう名前は言わんけど、昨日はいびきで、ほんま、洗いの枝くれるわ。ありがとう。爆笑やったね、残ってたメンバーで。残ってたメンバーでな、もう、ほんま、爆笑よ。夜の夜中に隣に、どんだけ迷惑か。あんたやで。ほら、大きに。西成五時ですわ。また次の動画で会いましょう。大喜利。バイバイ。